はい、皆さんこんにちは、ぜんちゃんです。さあ、勝負の時が来ました。4周年ありがとう大抽選会2回目の結果発表です。前回はですね、F 賞と G 賞しか当たらなかったので、まあ最低でもですね、まあ D 賞 E 賞らへんまでは当てたいなと思います。まあ結構ですね、第1回の結果発表の時にコメント教えてくださいって言って書いてもらったんですけど、かなりいい引きしてる人多かったですね。ツイッターでもですね、 A 賞当たった人3人ぐらい見て、うわー本当に当たんだな、夢あるなと思いました。やっぱね、自分で当てたい、やっぱ自分で当ててなんぼだと思うので、まあここでね、一発いい引きしてやっていきたいなと思います。それでは押していきます。あーちょっと緊張する、お願いします。さあ結果発表の時、プロスピエース、さあどうだ。さあ、はい、これ本当に当たるんですかね。マータ F 賞と G 賞、まあ言うてもやっぱり結構いもったんで、ただ凸コーチは結構欲しかったな、10枚入れてたんで。まあ A 賞 B 賞 C 賞は当たらなくてもな、やっぱ D 賞欲しかったな、もうちょっと入れるべきだったな。まあこのイベントはですね、まあ半年に1回ぐらいのペースで来ると思うので、まあいつか当てたいですね。それではオープニングに行きます、どうぞ。あーつおー、はい、ということで松田選手育成が終わりました。まあ、ずっとですね、2600のラインドライブの松田選手使っていたので、まあ、能力面的にもね、いろいろ上がっております。まあ、まずはパワーヒッターですね。今年のシリーズ1からラインドライブがパワーヒッターに変わってます。いや、これは大きな変更点ですね。早く使っていきたいなと思います。そしてミートが74の B、 パワーが81の A、 走力が68の C。 まあそうですね、今年のシリーズ2のサードの現役選手でいうと、やっぱり松田選手か中村選手か、まあ、この2択になってくると思います。まあ、他にもですね、まあ、宮崎選手だったり高橋周平選手だったり、まあ、いい選手かなりいるんですけど、やっぱり能力面から見ると、まあ、松田選手か中村選手、まあ、この2人になってくるんじゃないのかなと個人的には思ってます。で、実はですね、ミート74、パワー81っていう数値はシリーズ2の中村選手と全く一緒です。まあ、やっぱりですね、違いは弾道。まあ、松田選手はパワーヒッターですが、中村選手はアーチスト。まあ、やっぱり打撃面っていう面では、やっぱりアーチストの中村選手の方が使いやすいのかなってのはありますが、まあ、パワーヒッターでも十分です。やっぱりですね、松田選手のいいところは守備、まあ、まず守備適性が B、 そして裏捨ても高いんですよね。まあ、捕球が69の C、 もうほぼ B ですね。で、スローイングが61の C、 肩が70の B。 まあ、OB や TS の選手含めても、まあ、なかなかサードでね、守備適性 B でこれだけ裏捨てが高い選手っていうのはそんないっぱいいるわけではないので、まあ、かなり使いやすいと思います。まあ、やっぱり打撃面にしろ守備面にしろかなり能力値が高い選手になってます。そして特殊能力が超パワーヒチャンス回対左。まあ、実はですね、撮影の都合上ちょっと選手名鑑の松田選手を見てますが、まあ、一応332までレベルを上げてます。まあ、撮影上の関係っていうのはですね、まあ、1本前に同じの撮ってるんですけど、データ消失しました。まあ、データ消失しましたっていうよりはうまく撮影できてなかったので撮り直してます。まあ、そうですね、まあ、特殊能力の面から言っても、まあ、パワーヒチャンス結構いいと思います。まあ、対左だけちょっと微妙なんですけど、まあ、特殊能力もそこまで申し分ないのかなと思います。それでは早速試合で使っていきたいと思います、どうぞ。さあ、それでは早速マッチです。相手の方、阪神純正の方でした。で、ピッチャーが秋山選手。ちょっと惜しい。まあ、またですね、圧をできるまで終われませんみたいな企画取ろうかなとちょっと考えているので、まあ、また今度やります。ちょっと今回はね、あまり時間がないので、ちょっとその企画はまた今度やります。あー、詰まったけど落ちた。危ねー、完全にポテンヒット、完全に運で持っていきました。まあ、しっかりミートできていれば内角の球でもですね、ちょっとミートが遅れてもあんな感じでたまに運べたりします。まあ、あれは狙ってできるもんではね、なかなかないので。おなんだその走塁は。まあ、そしてですね、今回1番から4番まで全員ホークスです。
おお、ストライクか。あれ秋山選手でツーシームなんだっけ、E かな D かな、どっちだ。そして E ですね。いやー、またボール球だけど、またボール球じゃない、ボール球初めてやったけど、内野前進でよかった。これついてますね、かなり運きてますよ、運。よし、ナイス流し打ち。オッケーオッケー。まあいろいろありましたが、ホークスの選手で4連打打つことができました。さあここで迎えるはツーシーム狙ってました。カブレラさん打ってくれ。いやー厳しい。いやいい球。あーまたボール、またボール。ちょっと選球眼が悪い。秋山選手普通に強いですからね、コントロールあるんで。おお、スライダー入れてくるタイプね。ちょっとスライダーも意識しつつ、うん、よく見た。まあでもね、狙いは基本ツーシームなんで。かっすらね、かっすら。よっしゃー、いった。さあ、圧倒はできませんでしたが、ドスコイはできました。まあ映像はないんですけどね、ご了承ください。あー、追い込まれた。さあ結構この人決めに来るので、よしよしよし、これいったでしょさすがに。 OKOKOK、 ツーベース。さあこの調子でマッチにもう一回回したい。あと一人出れば回せるんで。ああ、今のは打たないといけない球だったな。よし、これは入ったね、ナイバッチ。さああと1点でコールド。よしよしよし、マッチまで回った。さあちょっと一発狙いたいですね。ただ特殊能力が何も出ない。ホームランが打てない。でもやっぱ打ちやすいな。松田選手もですね、まあ、ちょっと前ですが、この固有のフォロースルーが入ってからかなり個人的には打ちやすいですね。似てるもん、結構似てるもん。早かった、よく見た。さあ次多分決めてくると思います。フルカウント狙いますよ。よーよく見た、よく見た。さあ満塁でジュリー様。さあキューバ代表として頑張ってください。まあ、ホークスの選手がね多数キューバに代表として出てるので、まあ、そうですね、日本とキューバ見たいので、まあ、なんとか勝ち残ってほしいと思ってます。これは変化球、押し出しだけは避けたい場面です。狙います。あー完全にスタミナ切れてる。まあツーシームかな。オッケー。それではもう一試合やっていきます。さあ三遊間が侍ジャパンですね。初球はねスロースライダーで入ってみます。これで相手の方がどれくらい速い球を狙ってるか狙ってないか分かるんで、ちょっとストライクに入れてほしかったな。これは取れるでしょう。あんまりツーシームを投げずに抑えたい。 OKOK、 おーちょっとこれ怖いよ。さすがのフィールディング。もう一球いきます。でそろそろ投げましょうか。それもあえて外角に入らないんかい。もう一球ツーシームいきます。 OK、 これはまあ投げていってもいいかな。次はストレート、ナイスボール。であとはボール球のフォークを打たせれば完璧。もうツーシームでいきます。さあこのフォークを落とす高さからあえてツーシームを投げるとこうなります。さあマッチ、特殊能力が全然出ない。まあこの条件だとねパワー比しか出ないんですけど、せいぜいパワー比でも出てほしかった。おおナイスボー、そりゃ打てん。
このカウントはゾーンを広げて狙っていく。さあワンツー、なるほど。さあバッターは何を。さあワンスリー狙います。一発狙いますよ。いやファーボールかい。さあちょっと盗塁したろうと思ったけど、さすがに古田選手が甲斐選手じゃ無理。これどっちだろう。なあなあカーブ今そっか、なんで手出なかったんだろう。際どかったですよね。はい、変化球わずかに。さあ何でくるかな。うん、カット。際どいですね。まあ多分そろそろストレートかワンシーム投げてくると思うので。いやスライダーだった。オッケー、よく反応できた。さ あ, あ今ので三塁いけないか。さあタイピンが出ましたよと。ぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですよね。おお、さあ日本人選手じゃないのにチンテが流れております。よし、さあさすがにこれは越したでしょう。オッケーオッケー。さあいい感じで打ててますね。さあまたタイピンが出ました。これはストライクじゃないんかい。打たされた、綺麗に打たされた。ストライクに見えたんだ。さあ先制に成功。なおもその点差を広げていこうかという。さあ多分速い球来るでしょう。いや違った、しゃあない今のは。これは大きい方。ボールか、そっか。まあ犠牲フライにはちょうどいいと。さあまだ点が取りたい山川選手。最初は変化球できました。さあそろそろ速い球狙ってるんだけどな。来た、オッケー。さあそれでは一発が出たらさよならというところで、特殊能力が何も出ない。まず初球しっかりと見極めました。際どかったですよね。はい、インコースわずかに外れてボール。よし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 、これ帰ってこれるでしょう。さああと1点。さあなんかね、丸選手使ってて思うのは、丸選手ねなぜかしないけど特殊能力めっちゃ出る。まあ、まずその条件に限らない特殊能力持ってるのがいいとこなんですけど、それにしてもね出すぎ。丸選手はねもう2年前からずっと使ってるんですけど、なんか特殊能力出やすい。さあノースリー狙います。あー早かった。まあおそらくワンシーム来るでしょう。よっしゃー、